さて今日も YouTube でも見るか。おや、カキさんの動画が出てるぞ。え、RTX4060。こうしちゃいられない。カキさんお邪魔します。あ、シュラさんいらっしゃい。これ借りてくね。じゃ。え。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、GeForce RTX4060 になります。あ、カキさんから借りてきたやつね。はい、カキさんから借りてきました。なんか感じが。こちらは先日カキさんが発売日にこの RTX4060 の動画を出していて、その動画では RTX4060Ti と RTX3060Ti の比較をしていたのですが、私的に気になったのがライバル会社の同じ価格帯のグラボとの性能比較がどうなのかなと思ったんですよね。ライバル会社？あ、あの赤いところの。ということで今回は、こちらの RTX4060 と、1ヶ月前に新発売した AMD ラデオン RX7600。あんたが発売日に買ったやつね。と。そして我らがインテルアーク A770 を使って今回は比較していこうと思います。え、インテルアーク？はい。果たしてどんな結果となるのか。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では早速、今回のメイン GeForce RTX4060 についてご紹介していきましょう。今回カキさんから借りたのは、パリット製のモデルでこちらの価格が 49,800円となります。価格帯とスペック的にフル HD をターゲットにしてるグラフィックボードみたいです。中身はグラフィックボードのみが入っていました。特にこれといって付属品等はありません。では早速本体を見ていきましょう。見た目はこんな感じ。今回のは2連ファンモデルでかなり小さいですね。上位機種のグラボが大きすぎるのよ。それは確かに。ピカピカのゲーミングというよりも黒が強いので、光らせたくない人にはいいかもしれません。外側はプラスチックでできていますので、ちょっと安っぽさを感じるかもしれません。いや、借り物に安っぽいとか言っちゃダメよ。あ、バックプレートはプラスチック製です。大きな肉抜きとヘアライン加工されているのが特徴ですね。出力端子は HDMI 2.1A×1、DP1.4A×3 となります。ミドルタイトは A4 画面対応なのはさすがですね。補助電源は8ピンが1個となります。私の持っている RTX3070Ti もそうなのですが、パリット製はこの真ん中に補助電源のものが多いんですかね。では正面に戻って、ファンは 95mm の9枚ファンが搭載しています。冷え具合などは後ほど見ていきましょう。では RTX4060 のスペックのご紹介です。シュラララ。スペックはこちら。それでは簡単に説明していきましょう。まずはメモリですが、GDDR6 の 8GB となります。VR とかやるならもうちょい欲しいところですが、フル HD でゲームがしたいというラインでは問題はないかと思います。よっぽどメモリを使うゲームでなければ、クーダコアは3072で、コアクロックは 1830MHz から 2460MHz となります。メモリバス幅は 128bit、メモリスピードは 17GBps となります。占有スロットは2スロット分で、補助電源は8ピンが1つ、そして PCIe4.0×8 となります。え、×8? 前回の3000番台の時は、3060は PCIe4.0×16、3050で PCIe4.0×8 だったのですが、今回の4000番台は60から PCIe4.0×8 となったみたいですね。×16 と×8 の違いってなんだっけ？簡単に言うと、道路の幅の違いですかね。2車線の道路と4車線の道路、どっちが流れがいいですか？そりゃ4車線の方が流れがいいんじゃない。データの転送も道幅が広い方がよりたくさんデータが行き来できるって感じですね。ただ、グラフィックボードに関しては、PCIe4.0×16 で使えるものを ×8 で使っても、約 2% ぐらいの性能差しか出なかったなんて話もあるみたいです。やったことないので本当かどうか知りませんが、消費電力は 110W、サイズは 249.9×123.5×40.2mm、重さは 649.9g となります。発売日は2023年6月29日で、その時の最安値は 49,800円となります。ということでここまでが RTX4060 の性能となります。まああとは実際に使ってみてどんなものかよね。ですね。では今回の比較対象とのスペックの差を見ていきましょう。まずは見た目から、すべて2連ファンモデルなのですが、皆さんはどれが好みですか？まあもちろんメーカーによっても見た目は違うので何とも言えないところもありますが、ではスペックを比較してみましょう。こちらがそれぞれのスペック一覧となります。
メモリは RTX4060 と RX7600 の違いはありませんが、A770 だけが 16GB となります。CUDA コア数は A770、RTX4060、RX7600 の順で多いです。正しくロックに関しては、RX7600、RTX4060、A770 と逆順となります。コア数が多いのにクロックが低いって面白いわね。メモリバス幅は A770 が 256bit で後の2つは 128bit となります。補助電源は A770 は8ピンと6ピンが必要ですが、残りは8ピンのみとなります。先ほどの PCIe のレーン数ですがこちらも A770 だけ ×16 となります。TDP は RTX4060 が一番低く、A770 はその倍となっています。最近電気代も高いから TDP 気にしてる人も多そうね。ですね。最後に発売した時の最安価格ですが、こちらは RX7600 が5000円ほど安い結果となりました。ちなみに編集時点での最安価格はこちら。発売日が違うので一概に比較できませんが、RX7600 は4万円ちょっとで買えるんですね。てか、A770 は上がっているし。一応リファレンスってこともあるかもしれませんね。今回の検証機はこちら。CPU はインテルコア i9-13900K を使います。13900K? 今回は CPU とのバランスよりも、純粋にグラフィックボードの性能比較をしたかったので、i9-13900K を選びました。あとは書いてある通りになります。ドライバー等は最新のもので計測してみました。果たしてどんな結果になったのか。それでは検証行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。それではまずは FF14 ベンチマークからやっていきましょう。設定はフル HD の最高品質での計測となります。今回の検証は、グラフィックボードがフル HD を対象としているので、すべての検証はフル HD のみとなります。で、今映像は5倍速で回しているのですが、RTX4060 と RX7600 はいい勝負な感じもしますね。インテルアークは？では結果を見てみましょう。まずはスコアから、RTX4060 が 26,165、RX7600 が 25,230、A770 が 23,831 という結果になりました。割と良い勝負してますね。こちらが平均 FPS と最低 FPS の結果となります。平均 FPS は RTX4060 の方が高く、最低 FPS は RX7600 の方が高い結果となりましたが、FF14 ベンチマークに関しては、ほとんど差がないと言ってもいいぐらいかなとは思いました。確かにすごい大きな差ってわけではなさそうね。では次。ファイナルファンタジー15。こちらもフル HD の高品質で行いました。FF14 ベンチマークでは差がなかったですが、FF15 ベンチマークになるとやはり差が出てきますね。アーク。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、RTX4060 が 10,882、RX7600 が 9,993、A770 が 5,380 という結果となりました。4060と7600が約1000ぐらいの差がつきましたね。アークについては、RTX4060 の平均は110、最低は68、RX7600 の平均は101、最低は67、A770 の平均は53、最低は16となりました。最低は4060と7600でほとんど差がありませんでしたが、平均 FPS は10近く上という結果になりました。アークはもうちょい頑張ってほしいところですね。では次。サイバーパンク2077。設定はフル HD でウルトラ、レイトレーシングオンで計測をいたしました。レイトレーシングがかかっているので、やはり RTX が抜き出そうな感じはありますね。アークに関しては、なんか画面が白っぽい感じもします。では結果を見てみましょう。結果は RTX4060 が平均65、最低50、RX7600 が平均39、最低28、A770 が平均48、最低37という結果になりました。やはりレイトレーシングがかかってると RTX のスコアはいいですね。そして2位はまさかの A770 でした。ゲームをするには設定を見直した方がいいとは思いますが、結構頑張っていますね。ラデオンはやはりレイトレーシングが弱いところが課題ですね。では次。マイクロソフトフライトシミュレーター。設定はフル HD のダイレクト X11 のウルトラで、成田から羽田間のフライト10分後の計測になります。このゲーム、飛ぶ場所、時間帯によって FPS がかなり変わるので参考程度に見ていただければと思います。では結果を見てみましょう。結果は RTX4060 が平均74、最低48、RX7600 が平均64、最低42、A770 は平均60、最低35となりました。シミュレーションゲームなので、とりあえず今回の結果だとどのグラボでも遊べそうですね。ただ、快適さを取るなら強いグラボか、設定を下げるとしないといけませんが。ここまで RTX4060 がこの3つの中だと良い結果が出てるわね。やはり強いですね。では次。
モンスターハンターライズ。設定はフル HD のグラフィック設定高で行いました。こちらもフィールドやモンスターによっての FPS の変動もありますし、検証は同じマップの同じ敵と戦っていますが、リプレイ再生ではないので、こちらも参考程度に見ていただければと思います。では結果を見てみましょう。結果は RTX 4060の平均が191、最低151、RX 7600の平均が173、最低141、A770 の平均が155、最低123となりました。FPS の差はありますが、フル HD でやるならどのグラボでも大丈夫そうですね。リフレッシュレートを求めるなら RX 7600以上の方が良さそうではありますが。では次。アーク。リアルマインクラフトこと、アークもやってみました。設定はフル HD の最高設定で行いました。リスポーン地点周辺をうろうろゲームした結果となりますので、こちらも参考程度に見ていただければと思います。では結果はこちら。やはり重いゲーム代表のアークですね。どれも100を超えられませんでしたが、逆に言えば60以上は出ているので、遊ぶこと自体はできそうですね。RTX 4060に関しては最低 FPS でも60以上出ているのでいいですね。A770 は最低がガクッと落ちてしまってるのが残念。では次。フォートナイト。設定はフル HD のダイレクト X12 の最高設定で行いました。リプレイ再生って本当こういった検証に便利でいいですよね。すべてのゲームにリプレイ再生機能をつけてほしいです。では結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。やはりダイレクト X12 だとどれも厳しいといった結果ですね。やはり FPS ゲームなので、安定してできる設定にした方がいいとは思います。で、一応この設定での結果ですが、見事にちょうど10ずつ違うという結果になりました。やはり GeForce 系は強いですね。では次。Apex Legends。設定はフル HD の最高設定で行いました。まずは射撃訓練場の爆破実験から。結果はこちら。訓練場での結果では、RTX 4060と RX 7600が遊べそうな結果となりました。ただ RX 7600の方は最低が140だったので、144Hz のゲーミングモニターを使ってる人は RTX 4060の方がいいかもしれませんね。アークは 60Hz なら余裕ですね。続いて実際の戦場での結果になります。こちらなんですが、同じマップでゲームをしたんですが、状況が全て違うのでこちらも参考程度に見ていただければと思います。結果としては RTX 4060と RX 7600はかなり余裕でゲームができてますね。ただ、どちらも最低 FPS がガクッと落ちることがあるので、常に 144Hz 以上をキープしたい場合は、競技設定等にする必要がありますね。A770 は 60Hz 以上なら大丈夫かと思います。なんか片言になってる。最後に消費電力も計測したのご紹介です。アイドル時では RX 7600が一番低かったですが、ベンチマーク中は RTX 4060が一番低い結果となりました。RTX 4060は消費電力を抑えながらも今までの検証結果を出してたってこと？そういうことですね。RTX 4060すごいわね。しららら。はい、ということで今回は、カキさんから借りてきた RTX 4060とミドルタイグラボの比較でした。あんた的にはどうだった？そうですね、まとめてみるとこんな感じです。まず RTX 4060ですが、5万円以内に買えるグラボとして考えれば、フル HD でなら問題ないかなと思います。ただフル HD ターゲットだと RTX 3060 Ti がすごい性能が良いので、正直値段によっては RTX 3060 Ti の方が良いって人もいるかもしれません。唯一の押せるポイントとしては、DLSS3 が使えるってことですかね。DLSS3 対応ソフトの場合は、かなり良いグラボかなと思います。RX 7600に関しては、価格を考えたら割とありかなと思います。今回の3つの中では一番安いグラボになりますが、RZR や FZR を使えば、さらに FPS も安定して出ると思います。ただレイトレーシング性能が弱いので、レイトレーシングを使いたい人は RTX の方がいいかと思います。そして最後にアークは、アークは、インテル最高。そんな感じです。あ、はい。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。